ひまわりだけはずっとここで頑張ってくれると思ってた。このままで十分白鳥は終わりや。ちゃんと会って話をするべきです。お互いの気持ちを正直に。白鳥に未来なんか最初からない。今日少なかったですね、お客さん。大丈夫、そんな日もある。次は大丈夫だから。私聞いたんだ、前の試合でお客さん話してるの。なんか今日ぬるかったな。やっぱビッグデビルいねえとつまんねえよな。え、それってじゃあひまわりさんがいなくなったからお客さん減っちゃったってことですか？実に簡単な話だったんだ。ベビーフェイスのスター選手がいないプロレス団体は潰れる。だが悪役ヒールのいないプロレス団体、これと同じベビーフェイスとヒールの二大対立が成立しない限り興行は成功しない。ひまわりを引き抜いた時点でもう勝負はついていたってことですね。え、そんな。じゃあやっぱりひまわりさんに戻ってきてもらって。ほんま甘いよな、その辺が。白鳥に未来なんか最初っからない。大丈夫、心配ない。新しいヒール探してくるから。そんな急に？そんなみんな心配しなくても、私が何とかするから。ほら食べて食べて。ほらキムも食べな。心配しなくても大丈夫だから。マッスルガール、マッスルガール。お願いします、お願いします、お願いします。ここをなんとかお願いします。どうしてもヒールが必要なんです。お願いします。ただいま。どうでしたか？ダメ。青バラを敵に回したくないってさ、なんとかしなきゃ。あと言ってない団体あったっけな。さあ、つかさ、回れ。次の道場マッチまで日がないから、私らでなんとかやるよ。それ、何ですか？カオル。ん？うわ、うわ、私は悪の権限、デススター様だ。お前ら成敗。悪の権限は成敗って言葉使わない。すいません。はい、狂気。おお、栓抜きかい。吹いて。それじゃあ気になってないだろう。もう一回。飲むんじゃないよ。はい、狂気。こりゃダメだろ。鼻から出てる。うわあ！ハクのゴンゲがすぐ倒れてどうすんの？すぐ技返せ。すいません。マイさん、やっぱりいきなりは無茶ですよ。弱音吐くな。もう一回、早く立って。はい。オーヒール牛丼買ってきました。一緒に食べましょう。ありがとう。
緒に食べよう。あずささん。何？もう一回行ってみませんか、ひまわりさんのところ。このままじゃ白鳥プロレスもバラバラになってしまいます。もう一回ひまわりさんに話を。聞いたよ。